こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。見て。遠近法で私の顔、あ、これは大丈夫かな、これも大人の事情、大人のあれダメ、ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう。あー塗りすぎた。ごめんなさい、切れました。かわいい、ありがとう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。今日弾き語り配信やります。11時30分ぐらいまでやります。30分か40分ぐらいまで。私のアカウントありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ハートもありがとうございます。土日はあんまり時間気にしてないかも。昨日はありがとうございました、キャノラジ。ちょっとね、私もうちょっとね、なんか考えておけばよかったっていうのもあったんですけど、まあまたできたらいいですね。ありがとうございます。どうもキャノッティです。キャノラジお疲れ様、ありがとう。よかった、ありがとう。全然なんですけど、本当に準備不足って感じなんですけど、またできたらいいですね。バラもありがとうございます。小判もハートもたくさんありがとう。すごい、なんか今日いつもよりすごい気がする。気のせい、ありがとうございます。名前はちょっと呼べないけど、ちゃんと見てるのでありがとうございます。キャラジ楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。あら、アイス探したけなかった。あ、多分コンビニに寄りますね。どうなんだろう、スーパーとかにもあるのかな。でも1位のやつはセブンで買ったけど、セブンのとは書いてないから他でも売ってんのかな、他のところでも。わかんないけど、まあなかったら2位3位を食べてみてください。ちょっとじゃあ弾き語りしよっかな。いつもの曲なんですけど、
これやろう。今日は弾き語りをします。なんかカーテン閉めた方がいい？後ろからの光がすごい。かなちゃんが見えなくなっちゃったけど、どっちにしろ私で見えないよ。はい、じゃあやっていきます。ちょっとね光が強すぎたんで閉めました。弾き語りします。イヤホンいるかな。一応ギターの音が多分大きすぎるから。失礼ニコちゃん。じゃあ行きます。線に行ってないけど行っちゃいます。暑くなってきたのでこの曲を歌います。君は防波堤で膝を ごめんねサマーでした。今日はじゃんじゃんいっちゃいます。おはようございます。ごめんさま、ごめんさまです。パチパチありがとうございます。最近これやってなくないっていうのやろ。意外とこれやってない気がする。いきます。パチパチありがとう。
でした。マリアはエメラルドでした。なんかさ、24時間配信の時っけ、パレオといえばのポーズさ、私もこれだったんだけど、須田さんと一緒だった。なんだっけ、これ何が多かったんだっけ、忘れちゃった。パチパチありがとうございます。パレオだからこうだと思った、最初の。バラありがとうございます。次はいつもの曲です。もうこれ秋に、私はもうこの弾き語り飽きそうなぐらい弾いてる最近。
はい、ありがとうございました。不器用対応でした。オープンありがとう。なんかあんまり船でやったことないっけ、なんか今ノリでやっちゃったけど。あんまなかった気がする。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。最近やってみ曲これでしょ。素敵でした、ありがとう。オープンもありがとうございます。パチパチもありがとうございます。じゃあこれをいきます。365日の紙飛行機でした。最近よくやってる曲ですね。ありがとうございます。パチパチありがとう。尊いありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早いですけどあと2曲ぐらいにしようかな。あと2曲ぐらいにします。2分 MC ね、いいね。いやそんなね、私ね人前でとか言いつつさ、だってショールームだってさ見えてないだけでさ、実際もさきっとさ何人か見てくれてるじゃん私の。だからさ、じゃあそんなこと言ったら見せてんじゃんってなるけどさ、そんなになんか大勢の前でできる自信がないんですよね。そう、じゃあ行きます。いや待って、これも久々だな、できるかな。いきます。「さんせいかわいい」「ちゃんちゃん青空」「こうこつばしで」「ほんとの気持ち」「さんせいかわいい」「さんしゃいふりそそぐ」「この」
とうございました。男性可愛いでした。パチパチありがとうございます。今日はいっぱい弾き語ると言いつつ最後だけど、ありがとう。多分でも実際チラッて見て帰る人もいるからさあれだけどさ、まあでもコメントくれる人、ゲストくれる人、欲しいカウント考えたらまあ何十人かは何百人かはいるのかな。パチパチありがとうございます。日本海 MC でギター片手に話すの苦手なんでとか言って一曲披露すればかっこいいってなるようになって、ちょっとじゃあ話すの苦手なんでここで一曲聴いてくださいって言って、それはすごいな。えってなるよね。じゃあ最後の曲いきます。いいね。
ありがとうございました。だいたい大事なところの後間違える説。はい、そういうとこあるよねでした。ということで本日の弾き語りは以上をもって終了といたします。ポンプありがとう。はい、ありがとうございました。パチパチ、どんどん上手くなって、ありがとうございます。私ありがとう、こちらこそありがとうございました。まだルームフォローされてない方はよかったらルームフォローもよろしくお願いします。じゃあ皆さん良い日曜日をお過ごしください。なんかめっちゃ汚いな。高校の時のねバンドの楽譜がね入ってたんですよ、あのエレキの方に。カナブーンさんのないものねだりが入ってたんですけど、めっちゃ面白くて、なんかこの楽譜アドバイスとか書いてあるんですよ。一番最初はちょっと MV 見て見たことある方ならわかるかもしれないけどね、とりあえず全員チャーハン食べたか確認してって書いてあるの楽譜に。あとなんか絵とかも書かれてたりして、なんかアドバイスっていうかなんか、うん、面白い、なんかメッセージ付きのね楽譜があってね面白かったです。はい、じゃあ終わりにしようかな。おかげで良い日曜日になりました。ありがとう、フォローしました、ありがとう、うまーって、ありがとう、お疲れ様、ありがとう、ありがとう、上手、ありがとうございます。楽しい配信ありがとう、ありがとうございます。癒しだってありがとうございます。ありがとうしか言ってないありがとうございました。2000人とおー、ありがとう。アンプとかね、ゲストもありがとうございました。ということで今日は弾き語りでした。いろいろ言ってみました。ありがとうございました。じゃあ皆さんバイバーイ。バイバーイ。ありがとう。